不足、いやももに至っては運動不足ではないと思うんですけど、こんばんは。うん、ももはね、そうですね、ももはね、家の中結構走り回ってる子なので別にそんなことないんですけども、梅はね運動不足って言われたらまあそうかな。よくね私のキャリーケースに入って寝てるんでそう、なんか最近ももと梅がキャリーケースのね、あの中が好きらしくて、まあ、ひかのねお洋服とか入ってるんですけど、キャリーケースの中が好きだから、で結構いるもんだからね、なんか角とか痛いだろうと思ってクッション入れたら、もうももがもうね、俺の場所や言うてここは俺の場所や言うてめちゃめちゃ吠えまして、はい、大変でしたっていうお話。そう、なんかね、独占欲がすごいんですかね、あと縄張り意識、まあすごいもんだから、俺の場所や、何すんねん俺の場所に。なんかヒカは別にね、ももに用事があったわけではなくて、その横のね、なんかキャリーになんかいろいろ詰めてあるもんですから、そこにのものを取りに来ただけなのに、そうすごいんですよ、威嚇が。もうね、ちょっとでも手出そうもんならガルーガルルルー言うて、うん、怖いのマジで怖いの、ね、そう、でもね可愛いんですよ。どんなに噛まれても、どんなに怒られても、まあもちろんねやっぱりしつけとして怒るけどやっぱり可愛いもんだからね、なんかしかも犬の記憶ってそんな持たないらしくて、その10秒とかで消えちゃうらしくて、本当にだから繰り返し繰り返し教えるらしいんですけど、本当に短いらしくて、だからもう10秒後にはね、噛んだことすら忘れちゃうんですよあれ俺なんかしたくらいの気持ちでいるんで、もうね、なんかそれを見てるともう愛おしくてね、もう可愛いってなっちゃって、主従関係、まあ、いや見えてるかな、星は投げてくれてる。あ、ただいま、あ、治ったって。梅どこ行った。え、ごめんね、なんか急に Wi-Fi の調子がバチッと切れちゃった。え、今のはさ、配信大丈夫だったのかな、時間的に。あ、いらっしゃいませ。ネタ変えたのに。おかえり、こんばんは。ごめんね、お騒がせいたしました。切った切った。ああ、よかった、びっくりした。え、今めっちゃ焦った、なんかさ急にさ画面が縦になりだしてさ、あれと思って、なんか珍しいな。でもなんか変えたんですけどね、10時14分になってるから大丈夫だと思う。あ、ありがとうありがとう。急に配信バチッと切れちゃったよ、怖い。え、なんかさ、イベントだじゃん、なんかだからさ、なんかさ、こういうハプニングがマジで怖いんだけど超怖い、こういうハプニングが。えってなっちゃう。よかったです。あの、どこまで聞こえてたんだろう私の会話イベントあるある、あ、よかった。これどこまで聞こえてましたどこまでみんなに届いてたかな。なんか結構話し続けてたんですけど私一人でなんか話し続けてたんですけど、あれ、どこまで聞こえてたかなみんなに。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。お腹すいた。ごめんね。夜まで付き合ってくれてありがとう、みんな。お腹すいたらね、何か食べよう。結構前かな。どこだろう。結構前ってどこだ。あの、皆さん、あの、動物飼ってらっしゃいますかみたいなことを言ってたんですけど、聞こえてましたかじゃあもう一度言います。
動物飼ってらっしゃいますか？私はね、なんか昔ハムスターを飼ってて、でね、猫ちゃんもねすごく好きなんですけど、そう、なかなかじゃない、あのアレルギーがあって触れなくて、なんか今さアレルギーの薬ってあるらしいじゃん。そう、猫カフェに行きたい、私はそれを飲んで。主従関係から、あ、主従関係はあの私ともは大丈夫だと信じているお兄ちゃんは舐められていると確信しているって感じですかね。 Wi-Fi 調子悪いね、なんでだろう。急になんか変えたよ Wi-Fi だって一回。やだもう。私のこの古い携帯もおかしいな飼ってますよ、カメとグッピー。あー、いいね、グッピー。しかもね、昔言いました、今はね、コリちゃん一人だけなんですけど、メダカ、あー、いいね、メダカも。メダカはね、メダカも飼ったことあるよ。うん、メダカはね、あの、あれですね、あのお姉ちゃんが小学校4年生くらいかなの時に、あの1人あれ2匹ずつかな、これ学校からあのその授業の一環で育てるっていうので、あのなんか育てたんですよ。そう、育ててて、そうで卵をねつけて、でそうで、そこからグッピーとかを飼い始めて。ヒカ飼ってます？ヒカルン飼ってます？みんなに飼われてる？ワン、ワンワン、あ、これニャンかなワン、ワンワンそう、お手柴犬いいですね。私ね、あの今飼ってる子たちはまあ小型犬っていう、あのまあちょっとちっちゃい子たちなんですけど、あのやっぱり大型犬ねにも憧れまして、やっぱりそういいなって。うちの亀はベランダにいるけど自分で網で開けるよ。あら、なんて賢いカメさん、すごいですね。学校でね、カメ、育ててたか、小学校の時に育ててたことはありました。緑カメですね光るの育てるコツ、ワンワンこれなんだろう、ワンちゃんならビーグルでしょ。ビーグルも可愛いよね。大型犬はお散歩が大変そう。まあそうです、室内犬ではないから確かに毎日お散歩は行かなきゃいけないかもね。うん、そう、でもねやっぱり可愛いんですよね。可愛いからできちゃうんですよね。毎日お散歩行ってくださいとか言われてもね。今18歳では人について歩くし可愛いよ。え、可愛い、え、マジ可愛いんだけど、人について歩くっていうのをするんだ、可愛い。ちょっと待って、今何時だ、28分、あ、大丈夫ですね。いいですね。なんか姉ちゃんが昔から門が飼いたいって言ってた気がした。今なんとなくふっと思ったんだけど。こんばんは。あ、俺もカメ飼ってる。お、いいですね。カメもね可愛いですよね。そう、モモンガを飼いたい
モモンガってなんか普通に買えるのか知らんけど、ヒカはそう。ねえ、まあでも可愛いですよね、袋モモンガ。そうそうそう、かな、買いたいって言ってた。ヒカはね、カワウソいいなってそう、あ、29分ありがとうございます。私ヌンが好きって言ってるじゃないですか。あの、まあ、ヌンっていうのは可愛い嘘のカワウソちゃんなんですけど、そう、すごい好きなんですね私。そう、好きで、なんかなんかね、だからカワウソいいなって思ってますね。はい、まあ、ということでランキングいきますね。13位カボちゃん、12位ギャレスアット7レンジャーさん、11位モリシーさん、10位フジッピアットヒカチューブさん、9位香港の JW アットチームメイト箱推しアット7レンジャー&ヒカスキヒカズキさん、8位ミンティアット大西軍さん、7位ヒカチューブのミケ、6位シノアットヒカチューブさん、5位テチテチ、あ、噛んじゃった、ごめんなさい、ごめん、マジ噛んじゃった、テチテチアット大西軍と STU とユラとチャキ、腹黒隊さん、4位タケさん、ピーマスターバイチバさん、3位カキ焼き鳥連合オレンジか、ヒカルン応援できてるかな、さん、2位ノタさん、1位ユータとヒカチューブさんです、ありがとうございます。ギフトいきます。ユータさん、タケさん、カッキーさん、WY やと影の守護神さん、ノタさんです、ありがとうございます。はい、そして皆さん星、星、そしてカウント、ありがとうございます。次はですね、これが今34分までなので、次はラストですね。お、もうラストなんだね、あっという間だった。ラスト、次は23時20分から最後まで40分間ですね、配信したいと思います。また最後まで見に来てくれると嬉しいです。いや、意外とあっという間だね。ね、皆さん長い間お付き合いいただきありがとうございます。よし、はい、頑張ります。何話そうかな何話そうかな。ね、なんか夜遅くまで起きてるとね、お腹空いてきちゃうね。しかもね、お腹空いてきちゃった1時半ごろにチャーハン食べただけだからお腹空いてきちゃったよ。はい、お、31分、9時間食べなかったらお腹も空かない。そうですね、プリン食べちゃいました。あー、いいね、ひかねさん見に来てくださってありがとうございました。次は23時20分から最後までやります。お時間ある方ぜひ見に来てください、よろしくお願いします。はい、それではまたね、バイバイ、じゃ、バイバーイ、また後で、ありがとうございました。